チェルディッチはウェセックス王国の王。イングランドに上陸したアングロサクソン人の王であり、ウェセックス王室の始祖として考えられているが、年代記自体の表記が考古学的な証拠と矛盾が多く、実在性がはっきりしない。また、現代の英語ではセルディックと読まれる。日本語ではケルディックと書かれることもある。アングロサクソン年代記によると、九十五年にチェルディッチは 息子キュンリッチと共に、ハンプシャーへ3層の船で上陸した。そして、現地のオーナタンレオドと戦い、508年に廃止させ、519年に再び戦闘、ここでウェセックス王国を創設したと伝えられている。また、一連の戦いの中では愛と島も占拠し、後発で現れた自らの演者に与えたという。チェルギッチは534年に没死。 息子のキュンリッチが後を継いだという。年代記の文面通りでいけば、チェルディッチは現在のイギリス王室の始祖とも言える。しかし、アングロサクソン年代記の初期の歴史著述は矛盾しており、現代イギリスの歴史学者、デビッド・ダンビルは、チェルディッチの上陸が538年から554年の間であることを指摘している。また、チェルディッチはバドン・さんの戦いで、 ブリトン人に敗北したサクソン人の主張ではないかと一部で唱える者も,もいる。もし、前述のダンビルが修正を加えたようにチェルディッチの上陸した時期が538年から554年であれば、この説は正しくないことになる。また、バドンさんの戦いの敗者は、チェルディッチではなく別のアングロサクソンの主張であるというものもいる。 年代記の書き伝えるチェルディッチンの行動地域にも疑問がある。彼の活動した地域はサウザンプトンの北部であったが、考古学的な見地からするとアングロサクソン人の中心地はむしろ北部のドルチェスター、オンテムズにあり、サウザンプトン近郊はむしろ7世紀前半に新しく獲得した土地で新たに市教区を建てた地域であった。そしてコライフソの地であった。 ドルチェスターは後年マーシアの構成に圧迫され放棄されるなど、ウェセックスの起源は当時の伝承よりももっと複雑な経緯をたどっていた。また、興味深いことではあるが、チェルディッチという名前はゲルマン起源というよりもブリトン起源であることが指摘されている。これに対しては、彼がアングロサクソン人の父とブリトン人の母を持ち、母方の親族から名付けられたのではないかという。 説明づけがなされている。もしそうであるならば、彼の活躍した時期には、ブリテン島において侵略者アングロサクソン人と、現地ブリトン人の間にある程度の文化的、人的な交流が、すでに存在していた可能性がある。チェルディッチは、伝説的な人物に過ぎず、実在の証拠はないと主張する者も,も一部にはいるが、この説は、全体から見れば、少数の意見である。しかし、 チェルディッチが存在する資料は旧世紀後半に後付けされたものであったことも事実である。ウェセックスの起源に関しての伝承はおそらくは、その当時何かしらの形で存在していたであろうが、400年の年月が経った時点での伝承が正確であるとは考えにくい。大沢和夫役、アングロサクソン年代記よりチェルディッチの血統は、ウェセックス王家を通じて、エグバート、 アルフレッド大王の子祖となり、系譜をたどると、ウィリアム1世を通じて、現在のエリザベス2世にまでつながり、イギリス王室の血統は1500年以上となる。ラテン語で、モンスワドニクスの戦いバトル・オブ・マンズ・ベデニカス、英語で、ベードンさんの戦いとも呼ばれる戦いの地域には、諸説があり、490年頃から518年頃までの出来事と考えられている。 この時のブリトン人の指揮者、アンブロシュース・アウレリアヌス、後のアーサー王のモデルになった人物と推測されている。映画、キング・アーサーでは、この考察をもとに仇役をチェルディッチとした脚本が作られた。ありがとうございます。